しゅんちゃんさんにゃにゃにゃいっす。にゃにゃにゃいっす。イベントアイテムにゃにゃにゃいっす。よう頑張った。よう頑張った。まあこんなもんやろ。シーター、シーター、さんなんなんだ。なんなんだ。いや消えちゃった。あの高速の上だ。阪神高速の上だから消えちゃった。なんか知らんけど。会社の近所の高速の上で消えちゃったよ。電波悪い言ってたから。今梅田なんかアイコ梅田に泊まってるらしいな。じゃあアイコのさん嫁ぎたいねんけど、マジでアイコさんに嫁って売名したいねんけど、なんとかならない？アイコさんに嫁ぎたいんだけど。しゅんちゃんさん、あいことやりたいの？やりたくねえわ。やらないわ。絶対やらないわ。あ、でもネタのために抱きついてチューはしようかなと思ってるけど。ネタのためだけ抱きついてチューしようかなと思ってるけど。根性あれやろ。しゅんちゃんさん、警察だの裁判だの言われるよ。え、マジでめんどくさいな、それ。それめんどくさいな。え、恋愛したことにしてへんちゃん、そんな。いや、ここだけの話、ネタでやるだけやんでんねんけど。そこまで、アイコワークでそこまでやったら、大した売名になるやろ。スーパーナイス君を抜けるんちゃう。スーパーナイス君を抜けるんちゃう。せめてジャックナイフウィートと部長山田は抜けるんちゃう。王将行こうかな。今から王将行こうかな。シーター、さん好きですって言えば中くらい許してくれるよきっと。笑そうでしょ、そうでしょ、そう思うのよ俺も。好きですって、好きですっつって、あの抱きついたらなんとかなるかなと思って。めっちゃ盛り上がるんじゃん、ワークアイコワーク。うわーって、うわー、なんか素人が嫁ってきたって、素人が嫁ってきて告白してきたって、どうするアイコーっつって。しゅんちゃんさん、金銭要求。それは俺が金銭要求される側。いや、だって持ってないから。別に金銭要求されたと俺持ってないから。ちょうどええやん。アイコに貢がしてええやん。金で貢いでくれへんのやったら閲覧で貢がしてええんじゃん。ね、俺賢くない？企んでんねんけど。バンブーさん、おじちゃんイベントやってるん？やってるよ。参加してるよ。今、何位？35位ぐらい見えへんねんけど、12時前ってすぐぐらいに開けといたら1位取れたかもしれんけど、一瞬でも1位取れてたかもしれんけど、ちょっとみんなの力が必要や。これはちょっとあのアカウントいっぱい持ってるんでしょ、みんなアカウントいっぱい持ってるんでしょ。ねえ、3つずつちょうだい、3つずつ。いっぱいアカウントあるでしょ、3つずつちょうだいよ。順位どんどん落ちていくで、やばいで。バンブーさんもうないよ。もうない、ガンガン抜かれてんで。ギャンギャン抜かれてんで、もう37位まで落ちてって。やばいで。ギャンギャン抜かれてんで。ウォンウォン抜かれてんで。やっぱ閲覧いるな。やっぱ閲覧がいるわ、どう考えても。やっぱこれはもうアイコ嫁ぐしかないわ。もうあのアイコに体売るわ俺。閲覧で体売るわ。
それしか方法ないよね。いたわ、マンションだらけでここな。私デリヘルの客いっぱいおったのにな。私はデリヘル嬢とデリヘルの客山ほどおったのにな。ほぼ無法地帯やったのにな、ピンクチラシ。もう今一枚もないもんな。ちょっと前たらすぐ買いい方やからな。よいしょよいしょ。はあ、しゅんちゃんさんもう12月だよ。何してんだよ。お前らもう12月やで。おい、ね、携帯代止まってる場合ちゃうだ。俺携帯代くれよ。10万ちょうだい。10万もうジャックポットがないからもうどうしようもねえな。10万円分のアイテム稼ぐのって相当やで。無理やで。10万円分これかな。これや、これを置いておいた。しゅんちゃんさん、そろそろ1年の振り返り放送しよう。振り返りて、俺今年何、正月は海外で過ごしたんやったっけ。あんま記憶ないねんけど。え、今年正月ってオーストラリアにいた。あんま記憶ないんだけど。ニーナイサイエス、ニーナイサイエス、ニャ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 イス。もう40なんや。でもちょっと裏垢をみんな連れてきてよ、ね、え、ちょっとみんな何裏で誰か配信してんのこれ。どうせ誰か配信してんでしょ裏で。大手がもう絶対大手だよね。いいよね、大手って。ワープ開くだけでアイテムポンポンポン。しゅんちゃんさん、海外逮捕、近内、レクサス売買、チャリ配信にはまる、意味わかんない仕事始める、現在。現在、意味わかんない仕事って何よ。警備のことか。警備の何が意味わかんないんだよ。警備楽ちんじゃない。立っとくだけとかね。そこ行くだけとかね、見てるだけとかね、めっちゃ楽やで。アホでもできるで。というかアホしかできへんで。こんな賢かったら嫌なんで。ちょっと考えて俺何してんねやろうと思ったら嫌なんで。こんな仕事マジで魔女で
そういうのやから。福知山方面行くな。わあ懐かしい、新高屋。懐かしいな。もうチラシ巻いてこの辺走りまくってたな、昔デリヘルドライバーの時は。海外逮捕から始まった今年。チャリ配信にハマる。チャリ配信してたっけ？チャリ配信そんなした？あんま記憶ないねんけど。ポスティング配信したで。真夏の暑い時にポスト、あれ無駄やったな、ポスティング配信。あれ一番稼げんくて無駄やったやな。今思えば。あんな体力消耗してさ、あんな稼げないのってないよ、なかなか。あんな給料、あんな稼げない、報酬稼げない、あんなないよ、ほんまに。もう二度としないわ。マジで。夜勤で時給1000円以上でバイトした方がよっぽど気楽じゃん。夜勤してた方がよっぽど楽じゃん。しゅんちゃんさん、私無理って言われたのも懐かしい。え？無理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 、私無理って、なんなの私無理って、どういう意味？私綺麗って聞いたら、無理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 、私無理って。どういうことあれ？私無理ってどういうことや？綺麗かって聞いてね。お前が無理できるかできへんかなんか聞いてねえわ。あ、味噌ラーメンあるとこに。札幌味噌ラーメン。マジか。札幌、見えろ、札幌味噌ラーメン。札幌味噌ラーメン店。何で言えんの？はい、焼いてるかな。あ、電池ねえな。電池ねえな。充電しねえ。充電しないといけない。しゅんちゃんさん、今年の個人流行語大賞の候補だよ。そやな、無理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 、私無理以外に流行語大賞ないやろ。あと何流行った俺ん中で。俺ん中で何が流行ったん今年。割とマジで何が流行ってた俺の中で。割とマジで、しゅんちゃんさん、あんたのとこのなあんたのとこはな、あーうめー、あんたのとこはな、なんであんなにきちってはんねやろ、あの人。なんであんなきちってはんの。すごい、すごいきちり方やな、あの人のきちり方って。なんかもうきちり通るみたいな。どっかのガムか、お前みたいな。きちりしゅみたいな。もう着くの、これ。ちょっと明日から、寒いから、ちょっと明日からちょっと服装考えるわ、これ。寒いわ。考えるわ。南警察署やって懐かしいな。懐かしいな。しゅんちゃんさん、明日も働くの。明日も働くよ。3日連チャンやで、夜勤。休みなんかないんだ。そもそも休みなんかないんだ。まだ8時間半あんねん。2時間休憩したとして6時間半あんねん。労働時間。これ終わったらもう寝れるんちゃう。多分これ終わったらもう寝れんちゃう。分からんけど、これあと残り15分ぐらい。ちょっと電池が微妙やな。電池がなくなる方が早いんちゃうかな。ラジオに書いてんやったら電池持つけど、どうせ画面見てないやろ。俺も映ってへんやん。ちょっとガサ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 って音だけでいいんやったら。さっきすっげえ酔っ払いがフラ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 ってしてて危なかったね。こうやってこうやってこれ充電してここでこう置いといたのか、こう置いといたのか、こうやったらいける。
ませんでした。次回は速度変化の少ない運転を心がけましょう。しゅんちゃんさん行かないで。仕事やから。でも入れんのこれさ。今日やばいな、なんかもう酔っ払いうろうろしてんな今日。めちゃめちゃ危ないね今日。これ行き止まりちゃう。うわ、細っ。しゅんちゃんさん飛行。スナックが乱立してる。なんか変なこっしゃいとこ入ってきたぞこれ。やばいぞこれ。これパチンコ屋関係じゃん。バンブーさん真っ暗。真っ暗。いや、まあ、もう真っ暗よ。こっちも真っ暗よ。心配しない。あなたたちだけが真っ暗じゃなくて、こっちも。マイメロリーさんごきげんよう。ごきげんよう。いねんけど外歩きたくないな。もうよいしょ。あーもう歩きたくない外。マイメロリーさん今からなんすゆの。今仕事中ですよ。しゅんちゃんさんタイガーマスク。これほんまになびこってる？ちょっと先じゃない？マイメロリーさん迷子なんだね。そう迷子なんですよ。
ゅんちゃんさんシートベルトしてない。タクシーバックしてきはりましたよ。タクシーバックしてき、ああ入っちゃった。残念。しゅんちゃんさん独り言。
シータ、シータ、サンマックラ。